はい、どうもおそのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回はですね、ちょっと東京の名所ライドということで新宿の西口の方に来ています。ちょっと仕事の関係で、青山の方に来ていて、サクッと仕事終わったんですが、帰るのもったいないから、私の おすすめの場所に一つ行ってみようかなと思いました。新宿西口の出口を背中に背負う形で、こちらに来ると右側にですね、国運タワーという有名なタワーがあります。これですね、湾曲した、特徴的な建物なんですが、これを右手に見ながら、しばらくまっすぐ進んでまいります。この日は本当にね、お日柄もよく暖かい日でしたね。こういう時にね、ちょっとロングライドで、遠い方に行ってみたいなとは思うんですが、まあ娘のね、こともあるので、この時間からちょっと自然を見に行くのは危ないなと思って、都心を走ることにしました。こちらを左に曲がっていくとですね、新宿西口のヨドバシカメラとかがある電気街の方に出るんですが、ここですね、ここを右に曲がると、はい、目的地がね、なんとなく分かってしまうかなと思うんですがそうです、目の前に、佇んでいるあのね、2本の大きなビル、建物、あれが今回の目的地であります都庁になります。大きいですね。この遠目から見てあの大きさですから、なかなかね、存在感があるなと。で、都庁というと、まあ何を目的に行くのかっていうところなんですが、実は都庁には、まあご存知の方も多いと思うんですけれども、展望室、まあ、展望エリアというのがあるんですね。地上45階のところにあります。ちょっとね、足元に行くはずが違うルートで来てしまったみたいでちょっと信号を渡ってね、ぐるっと回り込んでいくんですけれども、さあ、都庁の足元に回り込んでまいりました。見上げてみると高いですね。全長が243メートルあるそうです。まあ東京タワーよりは少し低い状態ですね。では中に入っていきましょう。東京都庁第一本庁舎と書かれております。展望エリアにはエレベーターで一気に上がっていくんですね。45階まで一気に上がります。今はコロナの影響もありまして、エレベーターに乗る前に、コロナの感染予防対策アプリのダウンロードと手指消毒をする必要があります。で、それが終わったら手荷物検査ですね、危ないものを持ち込んでいないかという検査を経てエレベーターに乗ることになります。これがね、45階まで本当1分もかからないぐらいの速さで一気にね、グーンと上がっていくので、途中でちょっと耳がおかしくなりますね。ね、実際時速どのぐらいのね、速度で上がってるんでしょうね。言ってる間にもう45階に着きます。重力がね、わお、ありがとうございます。さあ、こちらがこんなんやったっけ。こんなんなんです、こちらがね、都庁の展望エリア、展望室になります。地上202メートルの高さから東京の街を一望できるというものですね。すごいですね。下から見ると全部ね、高層ビルなんですが、その高層ビルを見下ろせるというね、ちょっと優越感というか、そういうものに浸ることができます。すごい、見てください、もう車がゴミのようです高いところがね、私は昔から好きなので、こういうところに来るとテンションが上がってしまうんですが、まあ他のお客様もね、結構いらっしゃったので、あまり騒ぐこともできず楽しんでいる状態です。で、この流れている音楽なんですが、これはご自由にお弾きくださいみたいなピアノが設置されていて、一般人の方がですね、普通に
って演奏されているんですね。まあ本当にね、ただの一般の方なのかなと思うぐらい演奏が上手い方ばっかりで、ちょっとね、なんかどういう風にこう言ったらいいのかすごかったですで、お土産コーナーなんかもありまして、結構和柄のものというか日本らしいものがたくさん置いてあります。私はね、和柄がすごい好きなので、テンションがまた上がってしまっているんですが、あまり騒いではいませんまあ海外の方向けの商品が多いのかなというふうに感じますね。東京って思いっきり書いてますからね。食べ物なんかもね、お土産でありますので、ちょっと寄って家族に買って帰るっていうのもいいかもしれませんね。まるで浅草に置いているかのような綺麗な髪留めとかかんざしなんかも置いてありました。これもね、海外の方には人気があるんでしょうね。まあ私たちもなかなかね、和のテイストのものは身につけることが少なくなってしまっておりますので、これを機に、購入などされてみてはいかがでしょうか。で、写真も何枚か撮りまして、マスコットキャラクターがマスクをしていたりで、和柄のねマスクも売っていたので、この柄かっこいいなと思って1枚購入をしました。で、中には簡単な飲食のコーナーもあるので、私はねちょっと暑かったので抹茶アイスをペロリと食べさせていただきましたがで、あのトイレに行った時にちょっと驚いたんですが、これ男性用のトイレなんですけれども、ちゃんとね赤ちゃん用のおむつ台というのが設置されていたんですね。これはねありがたいです。ないところも結構ちょこちょこまだあるので、都庁さんはしっかりパパの気持ちが分かってくださってるなと思いました。存分に満足しましたよという私です。本当にね、いいところでしたね。また来ようと思います。はい、ではまとめになりますが、映像の私は喋りません。このままナレーションベースでお届けしますどうも、園さんです今回は都庁の展望室、展望エリアをご紹介させていただきました。まあ、新宿という土地柄、まあ、交通の便がね、すごい密集しているところにはなるので、新宿遊びに来ていただけたら、都庁にもちょっと寄って夜景なんかね見ていただければ最高かなと思います。ここは中央公園の噴水なんですが、いろんな人がいますね。芝居の稽古をされている方もいらっしゃいますし、スケボーなんかでね練習されているような方もいます。本当はやっていいかわからないですけどいやー、なかなか面白い時間でした。ここからもね、都庁を見上げることができるんですね。目の前に都庁があります。まあ、時間があるときに中央公園にも遊びに来ていただければなと思います。今回はこのくらいかな。それではまたお会いしましょう。バイバイ。